ねえねえ、本当に彼なの？うん。よりにもよってあれね。今パワーオブラブ、楽しい時も悲しい時も切ない時もどんな時もあなたのことを本当に愛してる。 あの私、彼女をエイミーっていうの。可愛いやつだから付き合ってあげて。ごめんなさい、大丈夫？ああ、平気だけど胸が。いはん、コンペイ君たら。あ、いや、あの、その…お世話になります。簡単でしょ、キスなんて。ピザでも取りますか。待てよ、コンペには関係ないの。もう放っておいてよ。関係あるよ、君が好きなんだ。何を？それ好きなんだよ、キララが。どうして今頃？もっと早く。分かってると思ってた。わかんないわよ、ちゃんと言ってくれなきゃ。話してよ。キララ、まいったな、遅刻かも。コンペ、私が起こしちゃった、ごめん。どうしたのよコンペ。ねえ、抱いて。誰なんだ君は。なんでこんなとこに。何よそれ。私、今井キララは昨日から浅井キララになりました。忘れちゃった？今井から浅井キララそんなバカな。ねえ、ふざけてんの？何がふざけてんのは、そっちだろう。キララの名を語るとは10年遅いわ。何よそれ。これが本物のキララさんだ。この写真、それが本物の今井。嘘だったんだ。ずっと嘘ついてたんだ、信じてたのに。何言ってんだよ。持ってるわけないだろうって何度言ったか覚えてる？隠し撮りなんて。あ、返せよ。あ、やめろ。おい、コンペ。チカヒラ、もう行くわよ。はいはい。2週間で戻れると思うけど。大丈夫、いつものことだろ。女の子を連れ込んだりすんなよ。そんなことするかよ。もう連れ込まれちゃってます、幽霊だけど。
あとよろしく。うん、大丈夫。コンペ、やっと二人っきりになる。なんてとこから出てくんだよ。幽霊っぽいでしょ。びっくりするからやめろよな。それとその格好ちゃんと服着ろよ。いいじゃないの、私たち夫婦なんだし。それは未来の話だろ。コンペちゃんと見てよ、これセクシーでしょ。学校にはついてくんなよ。やっぱり黒の方がそそるかな。あいつと揉めた後必ず訪れてくる、涙目の君なら抱きしめていいの。各自反省しながら夏休みを過ごすように。それから名前を呼ばれた者は、なさすぎなんだよお前は。ごめん。どうしたの。いやちょっと。どうせ先生に説教でもされてたんでしょ。ちょっとキララ。キララさん冷た。気にしないで、さあ行こう。じゃあ今度の水曜日の10時、キララもちゃんと来てね。うん、あそこのプールのスライダー新装だもん。コンペイ君知ってる？あそこのウォータースライダーを新しくした理由。いや全然。今まで3人ほど落っこちて死んだんだって。嘘だろ。やだ、冗談に決まってるじゃないね。まあプールに行った時は2人の邪魔をしないように。ダメよそんなの。え、私キララもコンペイ君も同じくらい大好きなんだから。あ、どうも。ということでちょっとごめん。うん、はあ、すいません、いちごショートを一つ。コンペイ君、写真持ってるんでしょ。なんだよ。隠し撮りなんて最低。何回も言ってるだろ、持ってないって。持ってるでしょ。持っていません。本当に本当に持ってるわよ。信じらんないくらいすっごく恥ずかしい写真。なんでこんなところに出てくんだよ。冷たいこと言わないで、私たちもう他人じゃないんだから。ん、うん、冷たい冷たい。こらよせよ。どなた様なんですか。随分と仲がよろしいようですけど。え、あちょっと待って。浮気者、スケベ、最低。ああ、怒らせちゃった。エイミー、帰ろ。キララ、あの人体つけてる。何言ってんのよ、行くわよ。キララ見てよあれ、お化けよ幽霊。やっぱり本人にはちゃんと見えとるか。時間空いちゃったね、デートしよう。どうしてくれんだよ。私って純情だったんだね、意外と。外から見て初めてわかったわ。コンペどこに行くの？ねえコンペ。ねえ時間あるんでしょ？デートしよう。こうして一緒に歩いてるだろ。いやん、だってこれ帰り道じゃない。贅沢な幽霊だな。
やっぱり幽霊だから嫌なんだ。なんだよいきなり。私だって何も好き好んで幽霊になって8年も昔のコンペイに。わかりましたよ。分かったから泣くなよ。デートしましょう。どこがいい？どこでも行きましょう。別に泣いてないもん。気が変わっちゃうよ。待ってよ。ねえねえ、ホテル行こう。ホテル。なんだよそれ。ダメダメ、そんなところは。ねえ、どうしてよ。ねえ。それで？だから？だから、そう、彼女のことは誤解。また関係のない。あの人がコンペイ君の何だろうと私には関係ありません。キララさん、そんな冷たいこと言わないでよ。それより写真返してよ。またその話なの？何よその言い草は。それにどうして私の写真なのよ。いや、それはだ。やっぱり持ってるんだ。違うって。ちゃんと説明するから聞いて。さっきから言い訳の聞きっぱなし。いやだから違うんだって。やっぱ持ってるんだ。持ってないって。持ってる。持ってない。持ってる。だから今はないんだって。はあ。言ったわね。今はないって言ったわね。バカ大嫌い。バカ大嫌い。キララさん、もしもし。たくもーコンペイのバカ野郎。コンペイの嘘つき、コンペイの浮気者、スケベ変態。え、何？変態はちょっと言い過ぎなんじゃない？こんばんは。8年前の私。はあ、しょうがないな。8年か。今さら肌の衰えを気にしても。起きなさいキララ。ちょっと起きてよ。キララ起きてちょうだい。叫ぶのはなしよ。安心して、何もしないから。ひょっとして幽霊？そうなんだけど、それよりコンペイのことはどう？あなたどうしてコンペイ君に取り付いてるのよ。何よそのリアクション。やっぱコンペイのこと気になるんだ。違うわよ。エイミーのためよ。我ながら素直じゃないの。大きなお世話よ。何よ我ながらって。私は今井キララ。これは8年前の私。何言ってんのよ。私は8年後のあなたなのよ。そんなこと信じない。嘘よ。嘘じゃないわよ。私は8年後に。信じない。じゃあちょっと耳貸して。何よいきなり。いいから。いや、何すんのよ。気持ち悪い。なんで？あ、そっか、この頃はまだ。しきま。ねえ、素直になろうよ。何が？
コンペイのこと。私何とも思ってないもん。それが素直じゃないっていうの。そんなこと言ったって私関係ないもの。とにかく8年後今井キララはコンペイと結婚するの。しないわ。私はしたわ。え？でも結婚式の直前にベッドに潜り込んで。神様お願い、私をコンペイのところへ返してください。私まだコンペイに何もしてあげてない。神様お願い、神様。私ね、自分の気持ちに気づくのが遅すぎたの。コンペイは私のことずっと見ててくれたのに。私コンペイにしてあげたいこといっぱいあった。でも何にもできなかった。私って素直じゃないのかな。お邪魔していい？どうぞ。適当に座って、今お茶入れるから。お茶どうぞ。コンペイ君、私のことどう思ってるの？なんだよ、いきなりそんなことを。私はコンペイ君のこと好きよ。いや、でもキララさんはエイミーの。もういいの。自分の気持ちに素直になることにしたの。だからもうエイミーのことを応援するのもやめ。なんかいきなりで。コンペイ君どうなの？私のこと好き？そりゃまあ。いや、ちゃんと言って。好きです。本当に？どうしちゃったの？これが私の素直な気持ち。コンペ。キララ。キララ、ひょっとして。へへ、分かっちゃった？当たり前だ。舌を入れてくるなんて。だって我慢できなかったんだもん。そんなことよりキララさんの体から離れろ。いいじゃない、私の体なんだから。今は別人だろ。お客さんよ、出たら。とにかく早く離れるんだ。何よ、立ってたくせに。いやいきなり来ちゃってごめんなさいね。いや、別にいいんだけど。はーい、こんばんは、エイミー。なんでキララが？ねえ、どうして？いや、これには深いわけが。どうして私がここにいるのか教えてあげる。それはね、私が取り付いていたからなの。こら、よせよ。やめろったら。あらま、気絶しちゃったみたいね。どうすんだよ、こんなところで気絶しちゃって。キララのせいだぞ。エイミーに何したのよ。なんでコンペイ君がいるの？ここどこ？ここオレンジ。その体ちょっと借りてました。人の体を使って何しようとしてたのよ。もうしちゃってたりして。違う、何もしてない。何をしたのよ。
その体結構感度良かったわよ。おかげで十分楽しめたわ。嘘よ。コンペイにキスされた瞬間、胸の先が敏感になるのが分かって自分から押し付けたの。それに応えるようにコンペイは舌も入れてきて。いい加減にしろよ。恥ずかしい嘘を言うんじゃないよ。あ、キララさん、今の全部嘘なんだな。エイミー、起きて、帰るわよ。うん、大丈夫。もう少し後で。こんなところで寝ぼけないでよ。自分の体だから嘘か本当かわかるわよ。とにかく今後私の体に憑依して勝手に使わないでね。そりゃおばあのあなたと違って若くてピチピチしている私の方がいいのはわかるけど。やあね、ガキは。その体でコンペイに迫っても途中で泣いちゃったしさ。やっぱダメね、ガキの色気のない体じゃ。あのー、おばんのくせに。ガキのくせに。なんなんだよこの二人、本当に同一人物なのか。やっぱまだ早いよな。間違いないわ。絶対あれは悪霊よ。ほっといたら命が。でも、何か。オカルト研究会顧問、押原アーサー。何のことですかな。先生、何とかして。人違いじゃ。学校の先生がアルバイトってまずいんだよね。うん、内緒にしてね。遅いね、エイミーちゃん。うん。この前のことだけど、怒ってる？別に。変なことしてないんでしょ？ああ、もちろん。だったら気にすることないんじゃない？そうだよね。よかった。でも、キスぐらいはしたんでしょ？え？そのぐらいだったらしょうがないけど。そうなの？ちょっと、勘違いしないでよ。済んじゃったことだから。仕方ないってだけなんだから。そうなんだ。二人で先に入る？ここで待ってんのもなんだし。でも伝言を頼んどけば平気だよ。来たら呼び出してもらえばいいんだしな。そうしよう。二人とか言っといて、実はあの人も一緒なんじゃないの？そんなことあるわけないじゃん。絶対にないって。ここに来ること言ってないし、見つからないように出てきたんだから。え？行こう。そうね、ここで待っててもしょうがないし。自分は見るだけなの？うん、見るのが好きなの。
喜んでいただけましたでしょうか。うん、さあ次ね。から入れって言ってるだろうが。だって楽なんだもん。ね、何かよ、エプロンなんかしちゃって。あ、お料理作ったんだ。コンペイに食べてもらおうと思って。俺に？ねえ、その歌。え？ああ、うん、コンペイの癖。8年も付き合っているとね。今思うと、この歌のことを聞いた時かもしれない。コンペイを男として意識しだしたのは。さあ、食べて食べて。ああ、いただきます。まずいのかな。ああ、なんていうか独特の味で。やっぱな、幽霊って味覚ないのよね。味わかんないで作ったんだ。うん。お客さんよ。勘弁してよ。やっぱ全然わかんないや。はーい。あ、キララさん。コンペイ君、大事な話があるの。上がっていい？ああ、別にいいけど。先生。あ、お押原先生。大丈夫、絶対助けるから。セット完了です。よし、おとりを。なの。心配しないで、あなたに危害は加えないわ。この縁から出なければ大丈夫。出たらどうなるの？ OK です。よし、隠れて待機だ。はい。こら、返事をしろ。おい、おいってば。まったく何考えてんだ。コンペ、どうしたの？来ました。見えますか？私が行きます。だから突っ立ってないで。あら、やだ。成仏しなさい。あ、あれ、怖いこと。こら、やめろ。そこから絶対出ないように。出たら死ぬわよ。私たちも手伝おう。こら、このままだとコンペイ君が取り殺されちゃうわよ。こら、さあ行くわよ。こっちこっち。キララ待ちなさい。耳の後ろに、あの人の耳の後ろに息吹きかけてみて。見た、頑張れ。お前だけが頼りだ。はい。
るぞ。先生、OK です。クリオミ、地獄へ帰れ。あの三歩台、あの木の山脈三歩台。やめろ。出ちゃダメ。死にたいの。やめろ。行くなよキララ。おいキララ、コンペ、バイバイ。キララ、ダメよ。どうして？コンペ、どういうことだ。あれ、私帰る。あ、どうも。なあ！キララさん、あのさっきはその、私嫌なの、ああいうの。キララ、涙がこぼれそうな悲しみや寂しさに、ベッドに。やましいことしようとしてたわね。あ、いや、その何にも。私コンペイ君のこと何とも思ってないもん。強がり、うるさい。本当に同一人物なのかな。ねえ、その歌って何なの？いつも歌ってるけど。そばにいるから。
星のよう。